は優斗だ。男はむやみに本音を見せるものではない。ふう、やっと韓国に着いた。夢に見た韓国での生活がとても楽しみだ。今回の誕生日も忘れずに祝ってくれたメンバーたち、俺は幸せ者だ。世界でロマンス映画だな。一番悲しいのは、おい、なんだよこれ。どうやって外に出ればいいんだ。楽しい。メンバーたちと一緒に歌う時が一番楽しいわ。레블라는 동안에는 속마음을 감출 수 없다.